4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はアジュディミツオー、残り 200m アジュディミツオー、余力は十分。さらに引き離していく。2番手はカカノエーデン、アジュディミツオー、この馬で決まりか。アジュディミツオー今ゴールイン、段違いの強さです。アジュディミツオー1着、2着はカカノオーサーか。見事に中央の強豪を退けました。アジュディミツオー、この馬は強い。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ、日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ、最後は大外枠の東証シロッコゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。枠は綺麗なスタートです。さあ、花を切るのはどの馬か。片野園前に行きそうです。続いていくのがデルタブルース、その外に名将サムソン、朝日ライジング、そのうちに続いています。すぐ後ろにネバブション、その外からワンモアチャッター、その後ろにカンパニー、ポップロック、それに続いています。並んで9番アドマイヤキッス。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあ、この辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。もう一度先頭から片野園先手を取りました。大きく離れました。祭り田ゴッホ好位置をキープしています。デルタブルース、これに続くのが朝日ライジング、名将サムソン、それに続いています。少し離れてネバブション、続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方まで大きく開きました。これは縦長の展開です。後ろからになりました。1番人気のデルタブルース、現在先団です。名将サムソン、前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。では前の方から先手を取ったのは片野園、祭り田ゴッホ、それに続きます。好位置をキープしていますデルタブルース。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。祭り田ゴッホ、祭り田ゴッホ、さらにリードを広げました。2番手は片野園、3番手にデルタブルース、絶好の手応え。大外から黒の帽子デルタブルース伸びてきた。後続も追い上げていきます。さあ、いよいよ直線の攻防。祭り田ゴッホ先頭、残り 200m 祭り田ゴッホ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。デルタブルース迫る、一気にデルタブルース、祭り田ゴッホ、祭り田ゴッホ1着、2着にはどうやらデルタブルース。鞍上お見事、 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのは祭り田ゴッホ。
町。片野川原町、片野川原町、片野川原町、片野川原町。片野川原町、片野川原町、片野川原町、片野川原町。片野南方、片野南方、片野愛川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 、
片野水瀬、片野水瀬。片野淡路、片野神巻、片野神巻、片野神巻。片野大宮、片野大宮、片野大宮、片野大宮。片野摂津市、片野摂津市。
桂、片野桂。片野洛西口、片野洛西口。花形すいた。
七夕千里山。羽畑とよつ、羽畑とよつ。